今回はユニクロの新作のフランネルイージーアンクルパンツをご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらユニクロからね、新作で出ていた使いやすそうなイージーパンツをご紹介していきたいと思います。これね、生地もフランネル素材で柔らかくてあったかい素材、もうちょっとね起毛してるようなものになっているので、秋冬にね快適なパンツになっているので、ぜひね気になる方はチェックしてほしいんですけど、こう僕ねユニクロでイージーとかジャージーとかねついてるパンツかなり好きなので、今回もね紙パンツの予感がするのでテンション高くご紹介していきたいと思います。っていう感じで、もうサクッとね商品紹介の方行きたいと思うんですけども、こちら商品名の方がタイトルの通りストレッチフランネルイージーアンクルパンツというものになっています。で、ね、アンクルパンツっていうとこう8分だけ9分だけくらいの商品だと思うんですけど、僕はねそれを邪道な着方で今回着ようと思ってるんですが、後ほどそちらのご説明もしたいと思うんですけど、まずは価格なんですけども、こちら1990円、マジ安い。2色買いしようか悩んだくらいでしたね。でこれね色展開がグレー、ブラック、ダークグリーン、ネイビーっていう4色展開になってるんですが、さらにはねチェックのシリーズもあって、この黒とね赤チェック両方買おうかなと思ったんですけど、あんまりねパンツ買いすぎても履けないかなっていう風に思ったので、今回はね消去法でブラックを購入しました。やっぱりね合わせやすいし、皆さんのコーディネートの提案にもできるかなっていう風に思ったので、こちらのカラーにしてみました。でサイズ展開はこちらインチでのサイズ展開ではなくて、こう SML みたいな感じで XS サイズから 4XL の展開になっています。で XS、WXL 以上に関してはオンライン限定のサイズになっておりますので、ご注意ください。でね、僕いつもパンツだとインチだと28とか29で、こういう風な SML サイズ表記の方に関しては S とかを買うことが多いんですけど、こちら L サイズを買いました。まあ理由としてなんですけど、アンクルパンツはアンクルだけで履きたくないなっていう風に思って、なんかすごく柔らかい素材でストンとね下まで落ちてくれそうだったんですよ。なので L サイズからちょっとワイドに履いてフルレングスとしてね履こうかなと思ったので、今回 L サイズで購入しました。以前ね GU のお買い物動画でプリーツイージーパンツだっけな、そちらに関してもジャストだけから首だけくらいのアイテムだったんですけど、それをねサイズアップして履いてるとすごく調子良くて、未だにね気に入って履いてるので、こちらのパンツに関しても同じようなねイメージで、ちょっとサイズアップしたらどうなんだろうっていうのがあったので、今回 L サイズで購入してみました。でね、こっちは素材に関しては 97% 綿、3% ポリウレタンのフランネル素材になってるので、めちゃめちゃ柔らかいんですよ。で、特徴としましても、やっぱりね、ストレッチフランネル素材になってるので、動きやすくてね、快適なパンツだと思います。ストレッチ具合もね、めちゃめちゃ伸びるんですよ。しっかりとね、横にビヨンビヨンって伸びてくれるので、快適さがね、もう段違いだと思います。で、さらにはね、こう履きやすさの部分で言うと、ウエストの部分がゴムになっていまして、その中、内側ですね、ドローコードもしっかりとあるので、こんな感じ、こう僕みたいにサイズアップして履いたとしても、ウエストのゴムでねしっかりと支えてくれるプラスアルファ、まあ、それでも緩い方はねドローコードを締めちゃえば切れるかなっていうところがあるので、そういったこともあって今回オーバーサイズで購入しております。あと実用面で言うと、しっかりとねサイドポケットは両サイドありますし、バックポケットじゃあですね右側だけしっかりとついているので、お財布をねケツポケットに入れる人間なので、これがあるとねすごく楽なんですよ。こうイージーパンツとかリラックスパンツのあるあるで、こうバックポケットがないアイテムって多いと思うんですけど、これはついてるんでね、日常使いとてもしやすいと思いました。なので収納面もねしっかりとしておりますっていう感じの商品説明なんですけど、もうね履きたいと思います。はい、着用してみました。こんな感じ。175cm、63kg で僕 L サイズを今履いてます。なので、レングスに関してもね、しっかりともう、こう、かかとの部分まで来てくれるので、思った通りの使い方ができそうです。やっぱりね、こう渡りの部分は結構太くなります。L サイズで着用しちゃってるので、まあ、ワイドパンツまではいかないにしてもね、かなりの広さはあるんですが、このフランネル素材がすごく柔らかくて、下にストンと落ちてくれるので、そこまでやぼったい印象がないと思います。こうだらしなすぎる感じもないですし、カジュアルに使えるパンツかなっていうふうに思います。こんな感じでね、気になる着心地のところなんですけど、やっぱりねイージーパンツ最強ですね。めちゃくちゃ柔らかいし動きやすい。もうハイキック蹴れますねこれだったら。あとはね、気になる生地の厚みのところなんですけども、秋冬の商品なんですけど、そこまで厚くないと思います。結構薄手です。ただ、このフランネル素材っていうところで、起毛感とか、お肌に当たる部分のね、あったかさの部分があるので、秋口とかとても使いやすいパンツだと思いますね。8月の下旬に撮影してるんですけど、今の時期だとね、こう軽さとか薄さの部分は夏でも履けると思うんですけど、この生地感、この質感の部分がね、まだちょっと厚いかなっていうふうに思うので、もうちょっと涼しくなったら使いたいイージーパンツですね。はい。そんな感じのこちらのパンツなんですけど、めちゃ
めちゃいいですね。こうブラックなんですけども、近くでね見るとちょっと模様というかヘリンボーンみたいな感じの柄もね見えるので、そういったところも高見えするポイントなのかなというふうに思うので、今みたいにねこんな靴も履かずに白 T 着ちゃったらスウェットみたいな感じになっちゃうんですけども、こちらを使ってコーディネートを3つ作っていきたいと思います。こう今は夏なんですけど、もうちょっと涼しくなった秋口だったりとか、あとは秋本番になった時のコーディネートを見据えて、こう半袖の T シャツを使ったコーディネートももちろんなんですが、ちょっと長袖合わせるとどうなるかとか、あとはねやっぱりパンツなのでシューズを何合わせるかで結構印象変わると思いますので、それぞれねちょっと靴変えたりとかしてコーディネートの提案してみたいと思います。僕みたいにオーバーサイジングでねこれ買うのもありかなって思うようなちょっとコーディネート作れたらと思いますので、ぜひチェックしてみてください。どうぞ。はい、ということでコーディネート3つ組んでみたんですけど、いかがでしたでしょうか。個人的にはねもう紙パンツでした。マジ履きやすい。で今回サイズアップをかなりして履いてるので、こう綺麗めに使うパンツだと思うんですよ。アンクルパンツって結構なんですけども、まあ綺麗めのコーディネートはもう除外しました。もう僕がねこれを買った理由というか、なんだ古着ミックスがちょっと男臭いアイテムにこういう風なイージーパンツを使いたいなっていう風に思ってたので、まあ、そんなコーディネートで組んでみたんですが、いかがでしたでしょうか。一個ずつね簡単にご紹介していくと、こう秋口というかまだ暑い時期のねコーディネートとして、もう白 T にこのパンツだけってね、もう今もそうなんですけど、まあ、それをねいかにかっこよく作るかっていうところで、やっぱり小物でねバランスを取りました。でもうシューズに関してもね、魚さんっていうサンダル800円のすごく抜け感のあるアイテムなので、小物を一切使わないとすごくねカジュアルというかだらしなく見えてしまうと思うんですけど、やっぱりね被り物とか、あとはメタルフレームのメガネとか、あとはお持ちの方は指輪とか、まあネックレスとかもそういったところでいいんですけど、まあそういったものをねしっかりとバランスよく装飾してあげることで、こういう風な抜け感満載のちょっとだらしないアラサーのおっさんのファッションもね、まあ、様になるのかなっていう風に思いますので、まあね僕は小物に結構頼っちゃうところはあります。で2つ目に関しては、こう古着ミックスのスタイルでね、こうちょっと柄の入ってるシャツ、あれ気に入ってるんでよく着てるんですけども、ああいう風な古着ミックスにさらにスポーツテイストを入れるのが最近すごく好きで、秋はもっとそういったファッションをね作っていこうかなっていう風に思ってるんですが、なので足元にアディアススケートボーディングのねスニーカーを合わせてみました。足元がねサッカーシューズっぽい感じのスケボーシューズなので、まあなんていうのかな、ああいう風なちょっと癖のあるシャツなんか合わせてあげると、こうバランス悪いのかなと思いつつも、こう髪型も相まってね意外に締まるなっていう風に思ったので、まあ、あんな感じにしてみました。単発の方とか、まあ、ツンツンヘアとかね、こうマッシュの方とかちょっと難しいかもしれないんですけど、そういった時にもねこうハンチング、キャスケット、ベレー帽とか、まあ、そこら辺合わせてあげることでトーンダウンできると思うので、まあ、そこもねバランス取っていただければと思うんですが、やっぱり、ね、秋はねスポーツ古着ミックスみたいな感じで、こう、まあ、コスパもいいですし価格も安いアイテムばっかりなので、まあ、そういうものをねもっと作っていきたいなっていうコーディネートでした。で最後なんですけど、ロンティー合わせてみました。ちょっとねこう男臭い感じにこのパンツを使うならなんだろうなと思った時に、エンジニアブーツを今月来月はねよく履こうかなっていう風に思ってて、以前ねサブちゃんのライブでね、このブーツちょっと強化月間しますっていう感じでベージュのエンジニアブーツをチョイスしたんですけど、そちらを使ってでイージーパンツをね被せてみました。こう被るかなとか、あと被った時に生地が薄すぎてこうなんていうのかな、こうシャフトがね形が浮いちゃうかなとか心配したんですけど、なんかね意外に良かったです。こうなんていうのかな、こうワークパンツまではいかないねこの生地の緩さ、そういったところとエンジニアのカッチリした感じのね、このアンバランスがすごく良くて、で上に関してはグッドオンのヘンリーネックのロンティー、去年からずっと愛用してるんですが、襟元が結構開いてるので男のセクシーさというかそういったところも出せると思うので、あんな感じでハットを合わせたんですけど、最後に帽子で、まあハンチングとかキャスケットとか、あとはなんだろうバーバースタイルの髪型の人とかはねすごく相性いいのかなというふうに思うので、まあ、ぜひね男臭いファッションが好きだけど楽ちんファッションも好きだっていうね僕みたいなわがままな方がいらっしゃいましたら、ぜひトライしてみてください。まあ、そんなコーディネートでした。
はい、っていう感じで今回はこちらのフランネルイージーアンクルパンツをご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、アンクルパンツのような使い方は一切していないので、こう邪道だって言われるかもしれないんですけども、ご了承ください。ね、素材的にはフランネル素材なので、ちょっと暖かくて起毛しているような素材になってるんですが、もう少しね、暑さも落ち着いてきたらこちらのパンツ大活躍できるかなっていうふうに思いますの で、なおかつね、価格も2000円しないっていうね、コストパフォーマンスのところなので、ぜひね、店頭行った時にはチェックしてみてください。これか、川島が言ってたやつだみたいな、サイズアップであいつ邪道だったなみたいな感じで覚えててくれると嬉しいです。はい、っていう感じでね、今回の動画が良かった、参考になったとありましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。いや、これ紙パンツですよ。いや、マジですごい、すごい、これすごい、すごいすごいよ。